どうも、東北キリタンです。琴ノ葉葵です。追放された地で生き延びるゲーム、コナンエクザイルやっていきます。ここは拠点かな？また少し作ったので軽く紹介。少しといってもかなり大きい建物があるね。お城みたいにしようとか。大きいもんだね。確かにお城っぽいかも。まあ中は何もないけどね。でもかなり広いね。ここは見張り台みたいなイメージで作ったんだけど。ふむふむ、粛清怖いもんね。あ、向こうまで続いてる。やってるとつい楽しくなっちゃうんだよね。そっか。で、ここから登ったり。ここは確かに見張り台みたいな感じだね。拠点から2階部分をつなげてみたり。かなり大きいね。城壁っぽい感じにしてみたり。いいね、お城っぽい。思ったよりスペースなくて中途半端になったり。そうなの？あと、1階部分は開放的な感じにしてるから、全部壁つけるのは違うかなって感じで、中途半端な廊下を作った感じだね。なるほど。あとこれレンガだから、素材厳しくて、この辺までにしておいた。そっか。そんな感じの拠点紹介でした。というわけで、今回もスタートです。前回、鋼装備を手に入れて、攻撃力は上がったんだけど、防御も上げないと厳しいということで、今回は、重装備にするための素材集めに行くよ。重装備、強いのかな？これだね。頭装備で防御64、中装備が27だから、かなりの差だね。かなり強いね。だね。でもそれだけに、必要な素材も大変で。圧比較、普通の比較とは違うんだね。これは、サイとかゾウの皮を加工すると手に入るみたい。サイとゾウか、強そうだね。だね。場所は、この辺の黄色いところにいるみたいなので。ふむふむ。前の拠点からが近いかな。結構距離はありそうだね。まあいいや。行ってみよう。ちなみに、これはテレポーテーションというモッドで、瞬間移動できる。すごいね。バランスがおかしくなるけど、あまりにも移動は大変なので、拠点同士は移動できるという、私ルールで行くよ。そっか。ここからなら、それなりの距離だね。オッケー、進んでいく。方向は北側だから、こっちか。あれは、集落のマークかな。そうだね。まあオッケー。この辺りのはもう余裕だしね。強くなったよね。まあね。結構ここでの生活長いからね。満喫してるね。崖。まあ、このくらいなら飛び降りても大丈夫だけど。そうなの？一応ズザザーってやってみる。余裕。開いた。116。結構痛いね。意外と高かった。一番上からなら死んでたかもしれない。気をつけないと。でも、HP462 もあるんだ。もうレベル56くらいあるからね。そんなになんだ。ちなみに、レベル60が上限だよ。じゃあもうすぐ最大レベルなんだね。まあ、モッドで、最大レベルを300まで引き上げてるけどね。そうなんだ。私の技量で、60でクリアとか無理だよ。そっか、まあ難しそうなゲームだしね。だね。ワニ。武器も強くなったし、もう余裕だね。それは、槍？いろいろ試してみてる。強いね。もう倒した。これ、攻撃力49もあるからね。ちなみに、前回作った片手剣は37。なるほど、かなり強いんだね。あとは、重装備になればさらにだね。そうだね。さあ、結構進んだよ。もう少しだね。近いね。ゾウがいるんだよね。倒せるかな？わかんないけど、やってみるしかないね。それもそっか。サイでもいいみたいだから、サイがいればそっちがいいかな。そっか、サイも強そうだけど。今ならなんとかなるはず。そうだね。頑張ろう。さて、この川の先が目的地なんだけど。ふむふむ。この辺変わった地形だね。確かに、岩が削れてるというか。ずっと前は、この辺まで水があったのかな。そんな感じなのかも。まあいいか。先に、どうしたの？あの辺り、岩が削れてる。ほんとだ。道がありそうだね。そうかも。ちょっと確認。洞窟、でも明るいか。普通に道があるだけかな。うわ、何がいたの？あれはあかんやつですよ。なんで関西弁なのかわからないけど。巨大ワニ？一発でダメージ131。強いね。やばい。あんなの無理。今の場所は巨大ワニの住みかだったんだね。そうみたい。危なかった。このまま逃げられるかな。まあ足遅いしね。そっか。でも、ずっと来てるな。戦うの？攻撃を盾で防げたら、なんとかなりそう。大丈夫かな。意外と小さいし、ただのちょいボスかも。そうなのかな。今回用も持ってて、これ出血レバフあるし、意外と。そうなんだ。開いた。ダメージ131。これはまずいんじゃ。うん、無理。というか今何受けたんだろう。離れてたのに。あ、尻尾攻撃だね。なるほど、無理だね。そうだね、今は先を急ごう。今日は目的が違うからね。今回は見逃してやる。そうだね。一応マークしておくか。怖いからじゃなくて、リベンジのためなんだからね。うん、そうだね。その後は、通り道に集落があったので、仕方なく壊滅させたり。完全にキリタンから襲ってるね。仕方ないんだよ。そう。というか強いな。あ、名前付きだ。名前付きは強いのかな。あ、でも勝てそうだね。うん、まあ、ちょっとやばい。大ピンチだね。集団で来るとは卑怯な。いつもキリタンがやってるような。とにかくアロエで回復しないと。オッケー。もうあと2匹か。これは余裕。引きって。ちょっと槍が厄介だけど。よし、オッケー。お疲れ様。まったく、人の通り道に集落構えるとか、ひどい連中だね。とんでもないこと言ってるんだけどな。これは、硬化鋼だ。鋼の一段階上の金属だね。そうなんだ、強い集落だったのかな。鋼も持ってるし、また襲おうとか思ってる？いや、さすがに効率悪い、かな。ちょっと迷ってるね。まあいいや、今回は像を探さないとね。もう少しかな。そろそろかな。建物みたいなのがあるね。遺跡かな。嘆きの遺跡、場所を発見だね。向こうにもあるし、大きな町だったのかもね。そうかも。今は何もないのでいいや。進もう。はーい。もうちょいだね。この先だと思うけど。いた。ほんとだ、そうだね。発見。見つけたね。すぐ戦うのはちょっと危険かな。もし死んじゃったら結構遠いもんね。だね。なので、この辺に拠点をまた作ろうかな。バーツポイントだね。というわけで。建築開始。今回は六角形。これをベースにして。四角の土台も組み合わせるんだ。さらに間を三角の土台で埋めれば。綺麗に収まったね。これで十二角形かな。ちょっと丸い感じの家になるかも。レンガだと素材面倒なので、砂岩でちゃちゃっと作っちゃう。砂岩の壁だと内側がちょっと。まあ、ボロいけどね。ここは象の皮を取るためだけど、ワープ用拠点だし、オッケー。そっか。あとは適当に屋根をつけて。結構開いてるけど、ちょうど三角の屋根が収まるのかな。いい感じかも。オッケー。あとは天井も三角屋根でいけるかな。ちょうどいい感じに。収まったね。オッケー。いいね。まあいいかも。そんなところに階段？カットしただけで、屋根を張り直したりしてた。そうだったんだ。オッケー。あとは適当に寝袋とか置いて完成。お疲れ様。それじゃあ早速、ゾウ狩りじゃい。頑張ってね。すぐそこだね。ここから矢打ったれば安全に倒せるけど。確かに。普通に持ってきてないので、正面から。いけるかな。強い槍あるしね。いける。ちなみに、槍も出血のデバフがあるから、時間かかるかもだけど、結構有利に戦えるはず。なるほど。それじゃ、ゾウさん、ちょっと皮ください。大きいね。ダメージ少ない。これは厳しい。体力かなりありそうだね。まあでも、ゾウの攻撃痛くないからいける。確かにダメージは少ないかな。ちょっと吹っ飛ばされるのは厳しいけど、まあいけるね。そっか。攻撃範囲広いね。まあ仕方ない。回転回避とかしてもいいけど、スタミナ減っちゃうからな。なるほど。地震攻撃。すごいことするね。まあ、ダメージは少ないからいいけど。そっか。斧と盾に変更。食らってもいいけどね。いちいち倒されるから、盾で防いだ方が早く倒せそう。体力多いな。長期戦になっちゃう。頑張れ。盾で攻撃防げたりし、いける。攻撃も当たってるね。オッケー。いいね。でも、体力多すぎだな。そうだね。あれ来るな。回避した。オッケー。パターンは把握した。体力多すぎてあれだけど、まあじっくりやればいけるね。そっか。というわけで省略しまして。お、倒した？うん、なんとかなった。おう、いけたね。ふう、強かった。喉も乾いちゃったよ。お疲れ様。シャア。それじゃ解体して、象の皮をもらおうかな。お、出たね。いいね、オッケー。硬い樹皮というのもいいみたいだから、これで結構作れると思うけど。ふむふむ。というわけで戻ってきまして、早速作ってみる。おう。硬い樹皮と、象の樹皮、これをなめし加工すれば。ふむふむ、結構数あるね。カットしたけど、もう一頭倒してきた。そっか。樹皮一つから厚比較一つできるみたいだね。今回で100個くらいできるとして。ふむふむ。重装備用の詰め物にいくつ必要だったかな？ 30 個、5つ必要だから、少し足りないね。惜しい。仕方ない。加工にも時間かかるし、ちょっと集めてきます。はーい。というわけで集めてきました。お、6個。作りすぎたけどまあオッケー。まだ必要になるかもだしね。だね。それじゃ、5つの部位作っていこう。おう。足は防御32。これはあんまり高くないか。ふむふむ。とても32。あ、中装備は13か。かなり違うね。倍以上違うんだね。これは期待できそう。そうだね。まあとにかく、それぞれ作っていきまして。完成しました。おう。それじゃあ早速、装備していくよ。うん、楽しみ。今の防御力が230。これがどのくらいアップするか。すでにかなり高いね。でも、結構ダメージ受けちゃうからね。そっか。さあ、重装備に変更することで、425。かなりアップしたよ。おお、すごい。一気に上がったね。見た目はこんな感じ。文明レベルが上がった感じだね。ほんとだ。中世の戦士という感じ。いいね。なかなかいい。そうだね。これならいける。新刊へのリベンジ。あ、まず、外の戦士を排除しようとしたら、ついてきたのでついでに。倒しちゃった。重装備で防御アップしてなかったらまずかったね。そうだね。さあ、本番はここからだよ。まだやるの？今回こそちゃんと、この人たちをどれ、仲間にしてあげないとね。そう。あ、気絶させる方が楽だな。そうなの？はい、一人気絶。おう。敵が増えたけど、もう楽勝だね。ちなみに、鋼の棍棒を使ってるから、気絶させるの簡単かも。そっか。まあでも攻撃痛いな。重装備なかったら、やっぱり厳しかったか。あ、また気絶。ふっ。あとはいらないけど、こいつも気絶させて、と。あ、リベンジ成功。完全勝利。おう。ふう。名前付きじゃなかったから勝てたというのもありそうだけど。結構ダメージ受けてるみたいだね。重装備じゃなかったら普通に負けてたね。ふむふむ。今回の冒険が役に立ったけど、このためにそう。大正解。そんなわけでね、仲間にしてあげましょうね。うん。オッケー、新刊ゲット。ほら、君たちの仲間を引きずってるよ。でも、連れて行くときは別に反応しないんだね。そうみたいだね。というわけで。よし、オッケー。新刊奴隷にしちゃったね。仲間にしただけだよ。そう。やってるね。オッケー。そんなわけで、正面から新刊倒せるようになったわけですが。これは、弓？うん。なんか鈍器の矢というのがあって、こういう安全な場所から一方的に気絶させることができちゃう。そうなんだ。弓は狙うのが難しいから、基本使わないんだけどね。あ、もう気絶してる。これは楽だね。あ、また気絶。これは余裕すぎるね。そうだね。この防具からわかると思うけど、今回の冒険の前にやったんだよね。そうなんだ。じゃあ、今回の冒険は無駄ということに。そっか。いやいや、今後を考えれば全然無駄じゃないよ。何言ってるの、葵。それ言ったの私じゃないよね。そんな感じでね、今回は、重装備を手に入れて強くなったし、新刊もゲットして、いろいろ OK ということで。そうだね。そういうわけで、今回はここまでです。お疲れ様。最後までご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。また見に来てくださいね。